皆さんこんにちは。教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の教室改善心のヒント集は、どんな時でもコツコツを継続するというお話をしていきたいと思います。ビジネスをやっているとですね、いろんなと当然なんですけど、プライベート上とか仕事上じゃなくてですね、プライベート上で家の中のこととか、いろんな影響を及ぼすことに関して心折れるような辛いことがあったりすることがあります。で、まあ、人によってはもちろんそれをモチベーションっていう言葉で表して、モチベーションが下がるとかっていうことでやらないとかっていうケースとかもあるし、あの動機がね走っちゃって、もう心が辛すぎてドキドキしちゃって何も手につかないとかっていうことでできなくなる方もいらっしゃるのは知っています。だけれども、うーん、若干シビアなこととか、まあ、残念なお話をするんですけれども、どんな状況にあってもやるべき最低限のことはやっぱりコツコツと地道にっていうのが、継続っていうことではあるんですけれども、骨太な経営を作るというか、しっかりした基盤を作るというか、そういう部分につながっていくんじゃないかなと思っているんですね。で、まあ、私今こんな話をしてますけれども、それができてなかった時にズタボロになった経験があるからこんなことを言っています。本当にメンタルの部分っていうのは、あの如実にですね、経営、特に個人事業主、教室の先生レベルだと、まあ、家の環境とか自分のメンタルの状況が悪いと、そこがガタガタってきちゃうケースがすごく多くて、私ももちろんご多分に漏れません、一度そういう経験をしています。自分の精神状態のコントロールを、まあ、すごく辛いことがあったんですけれども、それを失敗して本当に仕事をちゃんとやるべきことをやらなくて手につかない状態になっちゃって、さらに業績悪化みたいなことを経験したことがあるんですね。だから、まあ、分かんないですけど、スタッフとかいたりとかするんだったらまだルーティーンで動くところで会社の屋台骨は持ってったりとか、あとは自分がその時に動かなくても回るようなお金のシステムとかを持っていたりするのであれば、そこまでガタガタって大きくはなんないんでしょうけれども、個人事業主の場合にはそのメンタルのガタつきがそのまんま売上に反映されます。だからきついことが多分ある可能性があったとしても、やるべき最低限自分が決めたルーティーンっていうのはやっぱりコツコツとやるっていうのが、骨太な経営基盤を作っていく大きなヒントというか、礎になるんじゃないのかなっていうふうに思っています。それは私の経験値からっていう話です。じゃあその時どうやって乗り越えたんですかっていう、まあ話とかもあるんですけれども、私の場合にはメンターがいます。コンサルタントっていう名前のメンター2人おります。でその時にやはり相談しますよね。その状況が、そのメンタルの部分の扱い方失敗しちゃって事業がうまくいかなくなってるわけなので、事業的な内容を、まあ、救ってくれる案っていうのは当然コンサルタントなんで何個か案とか授けてくださるんですけれども、それ以外に一番私がやっぱり立ち直った大きな要因っていうのがその言葉でした。私の力をやっぱり信じてくれているっていう、その確信において私はもう一度頑張れるって思って頑張れたので、だからここのどん底の中から V 字回復っていうのができたのは、その自分を信じると書いて自信というふうに読みますけれども、自信、その傲慢になることがね自信じゃないんですよね。自分を信じる力を取り戻すっていう、自信を取り戻すっていうのはやっぱりその時には私はすごく必要だったなと思いますね。自分がダメダメとは思わないんですけれども、その影響があってできなくなっちゃった時に本当に売り上げが落ちて予約が入らないっていう状況を目の当たりに実感して油汗が出てくる感覚を持って日々を過ごすっていうことをした時に、すごくねメンタルの部分っていうのが経営に左右するんだなっていう、ちょうど企業3年目でしたけどね、いい学びだったと思います。だから私がおすすめしたいのは、
そのどんな時でもコツコツ淡々っていうこの継続でできることをしっかりやるっていう、これはだから気分にあんまり左右されない方がいいっていうのは個人的に思ってることです。気分に左右されないっていうのはやっぱメンタルが強い方がいいとは思いますね。だから個人事業主とかは売上上げるっていうのももちろん必要なんですけれども、メンタル強化っていうこのあたりの部分も結構経営そのものの基盤に関わる大事な部分なので、自分がちょっとメンタル弱いよねっていうところは少しでもいいので、そう、その打たれ弱いとかいう方もいらっしゃるんですけれども、強くする、それだけでも経営が安定してきますので、ぜひご参考になさってください。それでは。